金額が出る、入れるのは税別、で、もう次に入れるのは部門、部門です。これが1,2,3,4,5,6,7,8でしょ。で、その次に押すのがこれを繰り返すでしょ。そうです、そして最後に表計、表計を押す。そうすると合計金額、消費税との合計金額が出るので、合っていたら現金扱い。